アブラームルイブレゲアブラームルイブレゲは、スイス、ヌーシャテル生まれの時計職人。時計の歴史を200年早めたとも言われる。ブルゲと表記されている場合もある。フランスで、時計の開発を行い、永久カレンダー、暗闇でも音で時を知らせる、ミニッツリピーター、重力の影響により全米時計が狂うのを防ぐ、トゥールビヨン機構など、様々な革新的技術を生み出した。 その他にも、パラシュートと呼ばれる、対衝撃装置、ブレゲヒゲと呼ばれる、独特のカーブを持ったヒゲゼンマイなどにより、時計の信頼性向上を図るなどの地味な発明や、ブレゲ数字、ブレゲバリ、業者といった高級時計に、現在も用いられる衣装の考案にまで、彼の業績は、及んでいる。一点ものではあったが、ブレスレット型の腕時計を製作したことでも知られる。 彼の創設した時計メーカーブレゲは、パテック・フィリップ、バシュロン・コンスタンタン、オーデマ・ピゲ、ランゲ・ゾーネと共に、世界合ド計と呼ばれることもある。ペール・ラシェーズ・ボッチにあるブレゲの銅像1783年、ブレゲの顧客の一人であったフランス王妃、マリー・アントワネットはブレゲに、最高の時計を作るように命じた。フランス革命によって、マリー・アントワネットは処刑されたが、 その後もこの時計の開発は続けられた。ブレゲの死後も弟子たちがその仕事を受け継ぎ、1827年になってようやくこの時計は完成した。こうして完成したのがブレゲナ、no. ンバーワン60、マリー・アントワネットと呼ばれる金色の懐中時計である。この時計には、放浪文字盤とクリスタル製の透明な文字盤が交換のために用意されており、透明な場合は、 内部機構を楽しめるようになっている。その内部機構には依頼当時開発されていなかったトゥールビオンを除くブレゲの開発した最新技術が採用されている。1983年にイスラエル・エルサレムの LA メアーキネイスラム美術館から盗まれ行方不明となっていたが2007年11月11日に約25年ぶりに発見されてブレゲ社により 本物と確認された。その後所有権をめぐって裁判が行われたが、現在はエルサレムに返還されている。2008年のバーゼルフェアで、ブレゲ本人や美術館が保管していたデッサンと、実際の写真などの技術的な情報をもとに作られたレプリカナ、no. ンバー1160が出展され、前年に発見されたナンバー160と共に展示された。 出展されたレプリカは1点のみで、ブレゲ社からは、現在のところ他のレプリカを作る予定も、販売する予定もない旨が発表されている。なお、ナンバーは160の木製化粧箱は、ショートリアノン宮殿に履いていたマリー・アントワネット、お気に入りの多くが使われており、彼女の部屋の床模様を模している。ブレゲ社は、木の提供を受けて、 ショートリアノン宮殿と王妃の農村の修復事業に出資している。ノート、アブラームルイブレゲ参照。日本大百科全書懐中時計の項目、ABTBS、世界不思議発見。伝説の時計が語る、ベルサイユーマリーアントワネット永遠の愛2012年3月17日、放送ブレゲ作のマリーアントワネットの懐中時計、25年ぶりに見つかる。 アフプブ2007年11月13日 NHK 総合発掘お宝ガレリアマリー・アントワネット・グレース・ケリー芸品館世界の王室展2017年8月17日放送ありがとうございます